ミスズハイウェイバスは、アルピコ交通、イナバス、新南交通が共同運行する長野、松本から長野自動車道、中央自動車道を経由して、稲地区を結ぶ高速バスの相性。なお、本項目では、アルピコ交通が単独運行する長野松本間、長野自動車道経営高速バスについても解説を行う。新南交通使用車両イナバス使用車両。 アルピコ交通使用車両本路線のルーツは1952年より運行を開始したミスズ急行バスである。長野、松本と稲地区を結ぶバス路線として開通したが、モータリゼーションの影響や1972年に運転開始された国鉄中央再線の特急、品野に需要を奪われ、1978年には運休に追い込まれてしまった。になったのは、 全国的に高速バス路線開設がブームとなっていた1980年代後半、長野自動車道の一部開通とすでに稲地区では中央自動車道が開通していたことから高速バス路線ミスズハイウェイバスとして運行再開された。しかし、運行開始当初は豊品長野間が一般道経由のため鉄道と比べると速達性には難があり、一時は減便を余儀なくされた。 もっともこれは、当初から想定の範囲内で、路線自体の運休にまでは至らず、長野自動車道全通に伴い、ミス急行は完全な高速バスへ移行となった。過去の運行事業者廃止路線。ありがとうございます。